こっちだ、こっちだ、はい、ちょっと待って、怖い。はい、1、2、3、ごめんごめん、ごめんね。ちなみにさ、この子って今日おしっこしてます？あ、多分してます。糞もしてます。検便するかもしれないって言われたんで、糞掃除してないですか？ほんと。おしっこはしてます。してます。なんかさ、この辺、この辺にこれぐらいの丸いのが、柔らかいものが触れます。腫瘍ですか？いや、わかりません。腫瘍なのか、それ。それ、腫瘍だと、念頭に。うん、だからさっきの腸が、場所的にはこの辺の場所だからさ。相当強くさね、触ってみましょう。ここになんか塊がありそう。でもそんな硬いものじゃないですね。柔らかいけど。はい、じゃあ今からですね、ちょっと血流を良くする治療をします。近赤外線という赤い光を腰とお腹当てます。腰、胸、お腹。これ人間の正規裏で使うんですけども、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を沈めて痛みを和らぐ。それからまあ皮膚病とか脱毛症、こっちからこうだ。それからまああとは呼吸器の機能を落ちて、消化器の機能を落ちて、こういう時に使います。これはちょっとやってしまいます。はい、飛んであとは薬だな。腰うんちとかおしっこはちゃんと出てるわけ？出てますけど、大きさがちょっと小ぶりになっちゃう。小ぶりになってる。ちゃんと力んでしてる。あ、力んでます。あ、力んでしてます。この前力んでます。あの、この足引きずる。うん、力んでます。よし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 。ケース読んでよ。さもらってさ、一応懸念したことあります？痛いよ。一番初め買った時に。あ、でそんだけわかりました。まあ、正面からどう？例えば1の1の1、ウイルスは 0.8 なのかける10はかけるならば、あんたも50だったっけ、あれ50でいいです。ならば 7.14
じゃあちょっとおかけください。はい、それです。じゃあそのプリン、病院案内で。今からちょっとこの子に合わせた薬をちょっと作ります。はい。はい、でそれができた薬飲ましたことありますか？いやもうないです、ね。ない。今まで大きな病気したことない。ないわけ、全く病気ない。まあじゃあ主体はモンキーフード食べとったんですよね。一応食べとったんですね。それを食べてると病気少ないです。それを食べてない子は冬病になっても若い時に。それはバランスがいいからさ、ご飯として。でそれにプラス野菜とかさ、あの果物とかやるといいんですよね。じゃあ A の薬1日2回飲ませてもらいます。まあといっても粉で作りますんで、お水で溶かして飲ませることになりますけど、ね、で入るものですね。ですね、ティモベンタン。ティモベンタンっていうのは心臓とか腎臓の機能を高める薬で、心臓大きいじゃないですか。大きいってことは収縮する力が弱ってるんですね。だから心臓の収縮する力を高めます。でプラス全身の血管をちょっと広げます。そうすると何が起きるかっていうと。血管拡張、ギュッと収縮してちょっと広がるから血の巡りが良くなる。それによって心臓、腎臓の機能が高まります。それからエナラプリン、これも血管拡張作用があります。だけどこちらが2つあるとしたら、こちらはもっと弱いです。それから次、ウルソとオキシクルソ。まあ人間が申し訳ないけど結構言ってるからさ、いろんな機能が落ちてると思って、これは肝臓の機能を高めるんですよ。それがないんですよ。それから次、まあ一応尻尾がなんとか、うんちが小さくなってます。小さくなってます。でも食べる量も減ってるんですよね。その減ってますね。目と黒、目と黒が消化管機能改善、要は胃腸の機能を高める薬、はい、胃腸の動きを良くする、はい、ガスが溜まってるから、ガスを動きを良くしてガスを減らす。ヨーグルトたまにあげるんですけど、ヨーグルトあげないのがいいですよ。それはいいんですよ。いいですよ。でも甘くない方がいいです。ああ、そうですね。無糖です。無糖がいいですね。ただ、食べたことあります？ああ、すごい食べます。食べます。モンキーフードを砕いて混ぜると。ああ、じゃあそれやったってください。要はモンキーフードを食べてほしいんですよね。でメトクロプラミドもちょっと作用基準は違うけど、一応の機能とかも、それから制度作用があります。吐き気を抑えます。はい、であとはアモキシシリン。アモキシシリンは抗生物質です。ちょっと後から説明しますけど、細菌感染を抑える。それからあとタウ、これは受容競争剤が入ってますけど、これも肝臓原因です。それからトータルビタミン、あとカルシウム、まあ、カルシウムは少量ですもんね。かブドウ糖、もう2つです。プロバイオティクス、あ、そう、これまさにヨーグルトに入ってますね。腸の善玉菌で、腸の善玉菌を補ってあげると腸の環境が良くなってくると。そうすると自分で治す力、免疫力が高まってくると言われています。免疫力を高める。最後、アガリクス。アガリクスっていうのはキノコなんですけど、はい、私たちが食べるキノコ類にはベータグルカンという成分が入ってるんですね。はい、でこのベータグルカンがやっぱり免疫力を高めてくれます。でアガリクスはこのベータグルカンがたくさん入ってます。 A の薬はこんだけのもの、こんだけがこの子の体重合わせ一つの袋に入れちゃいます。 B の薬は1日1回で2日に1回、まあ1週間できれば1週間ぐらいの2日に1回。これに入るのはプレドニゾロン、プレドニゾロンというのは消炎鎮痛剤です。で消炎鎮痛剤ってね、大きく分けると2つあるんですよ。ステロイドとしてもステロイドじゃない、こっちはステロイドのわけです。ステロイドホルモン。でステロイドと聞くと副作用が気になりますよね。でこのステロイドのまずいい作用、一番はこれ一番の消炎鎮痛作用です、うん、それからあとは食が増える、はい、お腹空いてよく食べる、それからあとはお水よく飲む、うん、そ
そうするとおしっこもなくなります。これがまあいい作用ですね。で出てほしくない作用は感染に対しては。なんか血出てますよ。まだ戻したらまずいですね。じゃあ戻しましょうか。いや薬をあげたいんですよね。ああそうですか。あで薬をあげてから戻そうかなって。あそんな方がいいですね。ごめんね、めちゃくちゃ感染に対して弱いと、うん、そこで、まあ、ここにちょっと抗生剤が入って、はい、これの副作用を出さないんですよ、はい、がもう一個これはね、2週間以上の長毎日、はい、2週間以上毎日投与すると、うん、いろんな副作用が出ます、うん、例えば皮膚が薄くなる、ああそうですか、例えば過呼吸になる、うん、ステロイド性のね、例えば神経症状が出る、引き付けが起こしたりする、はい、などなどいろいろ出ます。で、さっき私2日に1回って言ったでしょ、はい、で、ちょっとでも症状が改善してきたら2日に1回にしたい。あ、わかりました。一応7回分で1週間分出しますけど、はい、まあ、状態が改善さなければ2週間まではあまり使ってもいいです。わかりました。だけど、まあ、できれば1週間で2日に1回にした方がいいかなと思います。で、いっぺんに2週間出すと分かんないから、今日出すのは1週間で、今からこの A の薬と、もう B の薬を飲ます。で、B はこれから夜飲ましてください、はい、まだできんよね。OK、じゃあもう5分かかる。じゃあ、すいません、まだちょっとできないから一回戻しましょうか、そこに戻します、うん、またグローブして出せればいいから、ごめんね。こっちの部屋で待ってもらいましょうか。ちょっといいから。ごめんなさい。こっち行っていいですか。はい。私こっち持ちます。はい。高島君。ちょっと。オペ台片付けて。